物足りんな。いかがした若旦那。店先のわびしさに頭を悩ませていたのだ。どこぞの雑種どもが任を果たさぬゆえな。よもや俺の命を忘れていたなどということはあるまいが。無論かようなことは。口を閉じよう。最後の慈悲だ。再び俺が命じる。我がバビロニアにさらなる輝きをもたらせ。よいな。待て、それで米対価はあるのだろうな。尋ねるまでもなかろうが、金でも銀でもたーんと弾んでやろうとも。額に汗する進化をねぎらうは王の務め。ただ働きなぞさせては貢献に関わるわ。はご厚情、痛み入る。うんうん、ならばよいのだ。よいよい。では行けい、セイバーとそのマスターよ。こたびは香炉を持ってこい。我が店を飾るにふさわしい極上のものだ。香炉、香炉か。それはあれだな、知っているのは名前だけか。香炉は香を炊くために用いる器だよ。して若旦那、その香炉は一体どこで。昨日この辺りの雑種が持っていた。随分と存在に扱っていたようだが、俺の目はごまかせぬ。あれは雑種が持つには分不相応な代物よ。とまあそういうわけだ。かの香炉を探し出し俺の元へ持て。よいな。いいところに。香炉、確かにずっと持ち歩いていたが、さっき酔っ払ったところだ。ちょうど懐が寂しくなってきてな。一体誰に。川沿いの質屋さ。けどぶらついていて店にはいないと思うぞ。とんだ面倒に巻き込まれたな。若旦那め、自分で探せばよいものを。投げ出すわけにはいくまい。ま、何事もなく済めばいいが。それが何か。その香炉を俺たちに譲ってほしい。実は少々手違いがあったのだ。はあ、手違いね。ならこのくらいで売ってやるぞ。な、それはさすがに。払えないなら帰ってくれ。他にも欲しがる奴はきっといるしな。それか、こういうのはどうだ。近くの森に着いた浪人どもを乗してくれ。
あいつらがいると商売上がったりなんだ。うまくいったら香炉を買い値で売ってやる。悪い取引じゃないだろ。背に腹は変えられん。待っていろ。俺はここで待っている。頼んだぞ。あのアキンド、よく口の回る。とく済ませるぞ。ここはわしらの道だ。通りたければ払うものを払ってもらう。出たな。うむ、行くぞ。揺るがぬ血のごとく決める。押し切る。してくれ。商人の元に戻るか。おい待て。あんたらか。ずいぶんとお早いお帰りだな。ああ貴殿、どこへ行くつもりだ。浪人どもを懲らしめてきたというのに、まさか香炉を売らずに逃げる算段か。なわけないって。ちょうどあんたに渡そうと思っていたところだ。ほら受け取れ。世話になったからな。特別にタダで譲ってやるよ。それじゃあな。その香炉大切にしてくれよ。よしよし、手に入ったな。では若旦那の元へ戻るぞ。より、しかし手間を取らされたな。何か良いものをもらわねば気が済まぬ。待っていろ若旦那め。これはなんとも。待たせたな若旦那よ。頼みの品調達してきたぞ。若旦那、その木像、どこかで仕入れた品だろうか。いや、これは御代から雨の礼にと献じられたものだ。この俺に神仏の像とは。御代め、随分と肝が据わっているではないか。しかし当世の者らはこのような木っ端に祈りを捧げるのか。つくづく人間というものは。だがまあそれはそれとして、この精緻な作りそのものであればなかなかどうして悪くない。東大の民の修練、侮るべからずというところか。今おかんが。宮本伊織よ、貴様はこういったものは持ち歩かんのか。ああ俺は特段。そうなのか。君はよくこれに似たものを彫っているだろう。いや、あれは単に手すさびというか。ほう、
貴様木彫りをたしなむというか。ならば宮本伊織よ、貴様に命じる。俺の像を掘れ。何故俺ごときにそのような。愚問だな。そこらの神仏より俺の方が掘りがいがあるからに決まっていよう。無二の美女部英雄王たる俺を題材とできるのだ。ありがたく思え。君、小野が姿の飴細工を作っていただろう。あれで十分だろうに。はっ、俺は貴様らと違って多忙な身だ。あれこれ構わず作っていられるか。報酬はこれまでよりも弾んでやろう。貴様にしか務まらぬ仕事ゆえな。どうする？わかった、引き受けよう。それでよい。無事掘り上げた暁には客引き像として店先に置いてやるぞ。店先に置くのか。それは勘弁願いたいな。木彫りの像か。そういえば師匠も手すさびに彫っていた。俺もたびたび真似てはみたが、師匠ほどの像は彫れずじまいだった。女の師匠も像を彫るのだろうか。いずれ訪ねてみるか。おお、見直したぞ。よく来たな、雑種。悪くない、むしろ良い。また来るがよい。